君も早く逃げた方がいい。この国はもうダメだ。地下水路に救った竜に王は国民から生贄を差し出してる。王に反対した貴族たちも生贄にされた。いい、鬱陶しい。風花やゴブリンがこううろうろしよっては研究が。裏通りは危険なようだ。こんな怪しい魔法使いも集まっている。あれは父上と宮廷魔術師。もう許してくれウルズール。お前の言う通りしてきたであろう。生贄となった娘たちに懺悔なさい。あなたが強情を張ってなかなか秘術の書を渡さぬから、私も手下の竜を呼ばねばならなくなったのです。秘術の書を返してくれ。やはりあれだけは二度と。ガロン王の苦しみはこんなものではありませんぞ。やめてくれ。拭っても拭ってもこの手に残る父王をこの手にかけた罪深き感触。安堵されよ。この苦しみも間もなく終わる。今一度術を使い冥界にあられるガロン様を玉座へと呼び戻した時。それでどうするというのだ。獣となった父を王に据えて。予言にあろう。終焉を招く偉大なるお方となるのだ。そして終焉の獣と名乗り新たな世界をお作りになられよう。このティトレルの弓輪を合わせ持つならば叶う我が願い。黒幕はお前だったのか、ウルズール。これはコルネリウス王子。死の国から戻っただけでも驚いたのに、怒り狂うワグナーに出会ってもなお生き延びるとは。全てお前の差し金か。その強運をガロン様が持ち合わせておられれば。だがもうすぐだ。我が主が戻られる。ガロン様の復活だ。今ようやく分かった。ガロン王がどうして私に剣を託されたのか。死の国で出会ったあの時、確かに聞いた。安らかに眠らせてくれと。呪わしい過ちをもう一度繰り返すなど、ガロン王は望んでおられぬのだ。偶然と必然が私を使わせた。お前の悪行を打ち砕くようにと。戯言を申すな。王は忠臣をお待ちだ。もう誰も止められはせぬぞ。コルネリウス、やはりお前か。許せ、世は愚かだった。こうしては俺急ぐのだ。お前を訪ねてきたバレンタインの王女が竜に捕らえられている。竜は地下水路におる。ベルベット、よし、やっていこう。竜に捕らえたベルベットを救うべく地下水路を急げ。いつも急いでるけどね。今日はいつも以上に急いでいかないとダメらしい。後ろから長く来たぞ。なんだこれは。スチルアーマー、初めて戦うやつだね。防御は硬そうだ。全然攻撃食らってないし。これは硬いぞ。ほらあるな。あ、まあでもそこまででもないわ。うん、いけるいける。また来たね。行こう行こう。いや、硬いね、やっぱ。ザコにしたらかなり硬いよ。これ倒すの時間かかるぞ。おー、防御に固める人生というのはあまり楽しくないからね。攻撃力は攻めてなんぼでしょう。はい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 、レッツゴーレッツゴー。よし、これで倒したかな。とりあえずイエース OK。 ふう、ステージクリア。長えわ。硬いもんだって。A ランク、いきなり A ランクか。はい、でも次どっち、こっち進んでいけばいいのね。はい、行こう。
んで、お、指輪がこの前ある。この目の前あるね。うわ、これ鍵必要なんじゃないの？古く錆びついている。あ、これ鍵入手しないとダメなパターンだね。まあ、とりあえずこのまままっすぐ進みましょう。わお。あ、ゴブリンか。よし、ゴブリンはいい。ゴブリンは倒しやすいからね。正直ありがたい。はい、どっかー攻撃外しまくりだな、さっきからさりげなくというか普通に外してるよね。おいえ、よし、うん、まだ来んのかい。これで終わりだーしねー。微妙に残るんじゃねえ、お前ぶち殺すぞ。本当に本格的にな、死んでまえ、死体切りじゃ。はい、ステージクリア。 B ランク、わーしょぼいね。 S ランク取れねえ。でお次は、うん、どうしようかな。このまま、うん、どっち行こうかな。うん、上行こうか。上行っちゃおう。こっちだな。はい、オッケー。バトルセーツ。またスチルアーマーか。あいやいや、あいやいやいや。おいえ、死んでまい。よし、おお、一気に出てきたね。びっくりした。出すぎじゃない？かなりの数だぜ。まあ、みんな一気に倒すんですけどね。仲良く行こうよ。おー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 おお、すごい数。あ、逆逆逆。よっしゃ、いいぞ、後ろついた。このまま、はい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 、すごいぞ、一気に倒すの。はい、ゴーゴー。おお、気持ちいい、これ。気持ちよさしかねえよ。一気に倒したね。あ、こいつだけ残ってる。危ない。あの、めっちゃ食らうな。一発がおめえ。イエース、ふう、チャイスランク、ようやく来たよ。おっしゃ、来たよ。ここクリアすれば鍵入手できる。ウィザードアイ、おお、なんだこれ。あ、弱い弱い弱い。一発で倒せるけど、わ、これ数めっちゃ来るパターンじゃない。一発で、ほとんど一発で倒せる。二発だね。めっちゃ弱いけど。あ、ステージクリアした。嘘。嘘。鍵入手しちゃったよ、もう。早ー。はい、錆びた鍵。あ、これで開けれるね。こんな、終わっていいのこれで。早ー。あ、よし、ここだね。はい、開け。はい、行きます。何をしてる？何、どこを攻撃してんの？攻撃する要素ないでしょ。うわー、来たよ。え、なんだこのスライム、気持ち悪い。何何何何、新種だ新種だ新種だ。ようやくモンスターっぽいモンスターが現れたね。いや、こんな現れても困るけどね。え、なんか、え、ちょっと待って、分裂してるんですけど。嘘でしょ嘘でしょ、この手のパターン嘘でしょ。え、嘘でしょ。オッケーオッケーオッケー。魔人ブー的なね。逆にこれバラバラにした方が倒しにくくなる的な、そんな感じがするね。あ、ののののの、死ぬ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 。全然食らわねえ。硬いな。こうバラバラになるから逆にやりにくくなるよね。こうやって倒していくしかないから。うわ、トゲトゲ、わお、なんでそれ。攻撃のバリエーション多すぎるでしょ。うわうわうわ、すごいすごい。うわ、いかに、捕まって捕まって、死ぬ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 。え、どうすんのどうすんの。うわ、これ、え、むずっ。こいつ、ちょっと待って、過去最上級にむずいかもしれない。なんだ今の掴み攻撃は。ゴゴゴゴゴゴ、よしよし、一気に倒した。これはむずいぞ。とにかく早くこの本体倒さねえとな。痛い痛い痛い。よっけよっけよっけ。でも快感ではあるよね、ザコを一気に倒せるので。
あ、いかんいかん、捕まった捕まった、ノー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 ノよし。全然死なないけど、硬すぎるね。これボスじゃねえか？あの、ラスボスじゃない？これが、このストーリーの。そんな感じするんですけど。それくらい強いんですけど。ちょっと別の技やるか。スパイラルフォース。やってみよう。オッケー。ダメだ、ダメだ。全然食らってない。まだ1ゲージも減らしてないからね。まず、動き止められる。危ない。よっしゃ、ようやくか。ようやく1ゲージ減らしたよ。え？みたいに分裂したんですけど、出た。嘘でしょ。次は3体に分裂するのかな。次のゲージ削ったら絶対3体に分裂するパターンのやつでしょ。ねえ、嘘でしょ。あ、まあ、倒すしかないよね。うん、一旦倒すしかないんだけど、全然食らわないし、硬いし。は、何その叩きつけ。やめて。うわあ、めっちゃおる、気持ち悪い。よし、いいぞ。まずは片方。互いに飛び散るんじゃねえ、バカか、お前は。あー、なんか使えるアイテムはないのか。あー、ブレイズ。こいつ基本動かないからね。起こしとけば OK だ。はい、待つだけ。あとは待つだけ。あ、動くのね。割かし動いてくるね。死ぬ。まずはこっちから。めっちゃ分裂してるんだけど。あ、サイクロン落ちてるじゃないですか。いいね。よし、あとちょっと。どこ行った？あったあった。よし。あと1ゲージ。ほらね。分裂したよ、これ。ややこしい、これ。見てよ。また3段階になってるよ。これラスボスだろ、本当に。中ボスとは思えないぞ。多分これラスボスより強いパターンのやつだね。やりにくくて仕方ないもん。トキシグ、ちょっといろんなアイテム使おう。これはまずいわ。全然思い通りにいかない。はい、オッケー、ゴー。ナイスダメージ。ほら、また分裂した。おい、4つ分裂したぞ、みんな。あかん。何これ、サッカーバウンドしてんの。全然バウンドしてダメージ与えれないんだけど。何これ。何バウンドしてんの。何空中でずっと浮いてんの。怖い。腹立つわ、これ。何、そういうゲームになった。当てていくゲーム。こういうスポーツある。スカッシュだね、これ。スカッシュっぽいよ。スポーツ系、スポーツ要素出てきたね。もう、すごい。何これ、なんだ、このカオスな環境は。よし。下にいるやつは確実にダメージ与えていこう。で、与えてたらまた飛ぶんだよね。何これ、気持ち悪い。気持ち悪いけど、ちょっと楽しんでる自分もいる。攻撃すると敵が飛んでいくんだよ。全部飛んでるね。死ぬ。危ない。うわーとか出さないと。びっくりする。あの声がね、このし、ね、声にびっくりするんだよね。死んだのかなと思うもんね。死んだ時に出す声だから、ほんとやめてほしいわ、この声。悪いわ、心臓に。じゃ、とりあえず1匹は倒せそうなんだけどな。どれなんだ。あ、こいつだ。これ。地上にいるこいつ。よし、倒したか。イエーイ、1匹倒したよ。でもこれ、また、なんか復活するみたいなパターンないよね。一つに集まったり。うわ、スライム系だからあるよ、これ。ある程度、一定時間経つとね。この下にいるチビどもが集まって、また一体になるみたいなね。勘弁してくれよ、そんなクソみたいな展開。いらんぞ。とりあえず、動きを止まれ。頼むから。動き止まらんことには戦えんの、だって。全然ダメージ与えてないもん。何なのこの環境。腹立ってしゃあないわ。もっとスムーズに倒せるものはないのか。飛ぶんじゃねえ。もう適当に切ってるだけだけどね。もう適当に四角ボタンを押してるだけ。これがゲームなのか。ゲームと言っていいのか。ゲームしてる感じは今んとこないね。タイミングとかもう関係なく、ただただ四角ボタンを連打するっていうね。マリオパーティーかな、そういうミニゲームあるよね。連打系ね。あれはあれで楽しいけどさ、これはそうじゃないでしょ。
ランダム切り、ランダム切り。でもそれなりにダメージ与えてくるのない。あともう3体体力少ないよ。オッケー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 。それなりに与えてる。オッケーオッケーオッケー。どれから倒す？真ん中から行くかこれ。あ、真ん中か？いや、一番左か。みんなどれから倒すと思う？かけてみて。俺は適当に切ってる。あ、真ん中だね。はい、よし、真ん中倒した。ありがとうございます。残るあと2体。よっしゃ。よし、いいぞ。もう腹立つな、本当に。動くんじゃねえっつってんの。オッケー。あとちょっと。もう動くんじゃねえ。倒したか？え、倒してない。よし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 、あと1体だ、あと1体。もうようやくだ、ほんと長かった。まだ倒してないけどね。これ逆に1体になったことによって、これ、ほら見て、もう出た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 。1体になったことによって逆に倒しづらくなるパターンだよ、これ。今までは適当に四角ボタンを押してきたけどさ、こっからはもう完全1匹狙いでタイミングちゃんと合わせてやっていかないとダメっていうね。なんなのこいつ。戦う気がないのは出てくんなよ。意味不明すぎるだろう。じゃあ、いける。一発当たりたら飛んでいくの勘弁願いたいわ。よっしゃ、エド。はい、終わった。はい、レッツゴー。もう長すぎるわ。頭が痛くなってきた。自分が何やってんのかさっぱりわからないね。S ランク取れたらよかったよかった。これはややこしいね。これは今までになかったクソみたいな敵ですわ。やりにくさしかなかったけどね。さて、お次はどっち行くんだろう。こっちでいいかな、うん、こっちっぽいね。はい、行こう。どけどけどけ。邪魔すんじゃねえ。もうスライム戦疲れとんの。戦いたくねえんだよ。道を開けろ。道を開けてくれたらそれだけでいいんだ。お前たちをガン無視して先に進むよ、俺は。もう戦いは嫌だ。さて、バトルステージ。戦いはやってくるね。戦いたくないって言ってんの。あ、また来たね、ウッドアイ。こいつ魔法がややかしそうだな。よし。カモカモカモ。ああ、腹立つな、これ。あ、またちょっとなんか姿消えるパターンのやつか。攻撃しに行こうとしたらね。え、何こいつ。出てきたとこ狙わないとダメなパターン。よっしゃ、死んだからいいや。また出てくるんかい。しつこすぎないかい。何も出てくるん。ジジイの出現率高いだろ。そんな世の中ジジイだらけじゃないけどね。また消える。何なんだよ。よし、ややこしいの来たぞ、これ。あー、影分身的なものしてるってことね。その中で本物見つけないとダメってパターンのやつ。多分そうだね。死んでまえ、ボケ。何しとんねん、お前さ。殺すぞ、本当に。リアルガチな話を今してるんだよ。本当に殺すぞ。どこ行った？あ、影分身なんか別にそういうのじゃないんだね。出てきた直後に切ればいいんだ。あ、そういうこと？よっしゃ。終わった。苦痛でしかなかった、この時間が。スライムに続いてまたこの手のパターンだからね。あ、ボスある、ボスある、ボスある。ボスあるけど、これ鍵どっかに手に入れねえとダメだな。鍵？あ、鍵、あ、いらない。あ、鍵いる、これ鍵いるのか。あ、いらないね、鍵いらない、鍵いらない。このまま真っ直ぐ進めないんだ。え、いらないよね。いらない。うん、いらないね。ボスの部屋行くためにはいらない。なんか別の部屋行くためにはいるんだけど。あ、いるのか。あ、いるわ、鍵いるわ。え、鍵とかどこで入手するんだ。いるいる、申し訳ない、俺の勘違いだね。あ、宝箱取るの忘れて、危ない。よし、いるのか鍵。またこれどっか探さないとね。左側行ってみようか。ゴー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 。またかい。もうええやろ、もうバトルええやろ。疲れとんな、こっちは。ラスボスまで何歩ほどバトルさせんの。ラスボス飽きるわ。ラスボス戦すごく飽きるよ。テンション上げれないよ、こんな疲れさしたら。はい、ゴー。戦いを避けて通りたいね。トゥモロネバノーズ。争いは避けて通れないよね。そんな風にして正解は今日も回り続けてるですわ。果てしない闇の向こうにですね。申し訳ない、テンションがおかしくなってて、自分が何言ってるのかわからなくなってるよ。
疲れるんだよ、本当に。本当はあのスライム戦でね、俺はもうこの、なんていうの、ストーリー1回分プレイしたよ、もう。もうあれラスボスで OK だね。はい、これで世界は平和になりましたで OK だと思うよ。あのスライムがピークだわ、多分俺の中で。あれを超えるボスはいないでしょう。ラスボス多分あれ絶対超えないと思うわ。絶対スライムの方がうざかった、強かったってなると思うよ。んで、鍵がこっちあんのか。あ、ないなぁ。どうだろう。どっち行けばいいんだろうなぁ。こっち行ってみようか。このまま奥進んでみよう。はい、どけどけどけ。ジジイ多すぎるだろ、気持ち悪いな、お前。ここまでジジイ出てきたらさすがにキモいよ。単体ならわかるけどね。バトルステージ、またかい。うわ、出た出た出た、スライムスライムスライム、勘弁してくれ。これまた分裂するパターンのやつだろう。ウィザードアイもいるし。オッケー。でけえこいつ、なんちゅう目玉。うわ、全然ダメージ食らってねえし。よっしゃ、次々来るな。よし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 。オッケー、ゴー。どこ行った？ノー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 、やって。オーマイガー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 、死ぬ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 。めっちゃ食らうじゃないですか。ヒール飲ませろ、バカか、お前。何しとんねん。ずっと俺に攻撃さしとったらええねん、お前は。調子乗るんじゃねえ。えぐるぞ、目玉。目玉スープ作るぞ。よっしゃ。はい、ゴー。倒したかな。ふう、ほんでこのスライムだ。まだいんのこいつ。よし、これもまた硬いな。これもまたちょっとした硬さだな。ボス戦出てくんなよ、お前。よし、終わった。まだいんのかい。よーし、ふう、投げランク B ランクですよね。ダメージ食らいすぎだもん。で、あ、下が、あー、あったあったあった。よかった、こっちまで来て正解だね。はい、これでボスに挑戦できるわ。まだだけどね。はい、行こう。うわー、また来たよ、ボスだ。あ、こんなになに、アックスナイト。あ、これはちょっと楽だね、正直。これは楽だ。なんか普通の敵だよね。これぞ中ボスって感じがしていいね。スライムよりか好感持てる。なんか、真正面の戦いっていうの？これぞ戦いって感じじゃん。いい、いい。こういう敵は燃えるんだよな。ボコボコにしていくよ。やっぱちょっと硬いね。最終章だけあって敵もかなり強くなってる感じです。あいか、ヒール回復回転はあまり使いたくないんだけどね。よし、ご了承あるね。よし、アムいたね。よっしゃ、ええだろ。おおおおおお。何を取り出してサイクロンやらせねえよ、バカか。ふざけんじゃねえぞ。よっしゃ、1ゲージ削ったね。完全ボコボコタイムですわ。ねえ、はめてるよね。俺が敵ならムカつくよ。こんな倒され方したら俺絶対切れると思うよ。俺の時はいいけどね。俺がやる分はいいけど、敵にやられたら絶対俺ブチ切れるわ。抗議の電話、この作ったゲーム会社送るね。絶対これは嫌な倒し方だよ。はい、オッケー、ナイス。よっしゃ、ラスト1ゲージ。すまんな、ボスが控えてるんだ。てめえにあまり時間割くつもりはねえからな。ちゃっちゃと終わらせてくれ。はい、オッケー。させねえよ、やらせねえよ、やらせねえし、そもそもさせねえよ。はい、オッケー。おおおおお。はい、オッケー、ナイス。完全にハメですわ。
そのまま天に行くか、そのまま天に召されるものになるか、いいんじゃない、勢いはあるよね。神様びっくりすると思うよ。え、お前何そのまま来たのって。あれ、お前が光ってた、違うよここにっていう。どうやって来たんだよ。よっしゃ、はい、終わりました。ありがとうございます。もう完全にこっちのハメですね、 A ランク。で、鍵入手ですよ。この鍵がおそらくあのボス戦の、はい、多分鍵になると思いますので、はい、ここだね、ここの鍵だ。 OK、 はい、 OK。 めっちゃ敵おるけどね、この中使うと余裕ありまくりか。危ねえ危ねえ危ねえ。次行かせろ、次行かせろ、邪魔すんじゃねえ。よーし、ついにボス戦となるよ。こっち一旦プリズ、保存プリズもありますけど、よっしゃ、ボス戦行こう。はい、4幕。王子、驚きましたぞ。私が用意したあれだけの罠をかいくぐってくるとは。だが、もう限界の様子。随分とやられたもんだ。邪魔はないな、コルネリウス。生きていたのか、イングベイ。邪魔になった俺を葬ったつもりだろうが。残念だったな、魔法使い。どうあっても約束は守ってもらうぜ。さあ、分け前をいただこうか。タイタニアの秘術とやらを出してもらおう。干上がった川の口うるさいカエルめ、お前ごときに釣り合わぬ宝よ。そいつのようになりたくなくば下がっていろ。このティトレルの指輪がまだこちらにあることを忘れるな。ふん、その指輪をよく見ろ。本物はどこだろうな。なんだと、少年の腐った小僧め、後悔することになるぞ。イングベイ、聞け。ベルベットが、姫が生贄として捕まっている。そういうことだ、抜かりはない。お前たちは双子だったな。私に忠実なしもべ、ドラゴンのベリアルがこの先で生贄を前に控えておる。卑怯者め。人のことは言えまい。お前が逆らうなら、あの娘もここで始末する。だが、本物の指輪を渡すなら助けてやるぞ。そうかい。傷は治ったはずだ、コルネリウス。行け、ベルベットを頼む。ドラゴンを相手にしようというのか。動くな、ウルズール。お前の相手は俺だ。指輪を渡す気はないようだな。あれが魔法使いのしもべか。わお。離れよ、ドラゴン。その人に触れるな。お前の方こそ猿がいい。近寄る者はこの牙の餌食とせねばなら。それがウルズールの命令だ。誇り高い竜がどうしてあんな魔法使いに従うのだ。心臓を締め上げる鎖で支配されている。あいつの命令に逆らうことができない。お前が私を葬る力を持つのは救ってくれ。この縛られよどんだ魂を。もううんざりだ。この地下水路に隠れ住み、命令で人を喰らうのは。私を哀れだと思うなら殺してくれ。おお、ボリベリアルですね。じゃあ行こう、倒していくぜ。哀れだと思うからよ、倒してやるよ、救ってやるよ。ゴー。硬いな。ただ正直言っていい、この時点でもうスライム以下は確定してるね、俺の中でね。正直やっぱあのスライムがピークだったと思うよ。あ、やばい、タルクピンチ。いつの間にか。いやいや、割りかしそうでもなさそうだな。これ割りかし厳しい戦いになるね。ちょっと邪魔な蹴散らしておこうか。何がいいの？あ、こう魔術師来てんのか。はい、ゴー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 。
ザコがいるのがちょっとややこしいけどね。トクシック。オッケー。死んでまえ、お前何しとんねん。ああじゃねえ。毒で苦しんだ。完全にこっちの方が苦しいと思うけどね。え、ゴー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 。よし。タイミングちょっと早かった。なぜ自ら前に行ったんだ。はい、ゴー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 。よし、もうそろそろ行けるね。はい、ゴーゴー、イエス。まず1ゲージ目。これ多分4ゲージくらい減らさないとダメだな。あっぶれ。ウィザードアイ行ってきたよ。よし。まあ倒すんですけどね。吸い込まれてる。吸い込まれてる。え、なになに、回復してんですけど。What? What? 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 は、壊れたんですけど。What?何こいつ、え、あれ何、あの吸い込み攻撃、アイテム残しておけば全部吸われるってこと、嘘でしょ、そういうこと、あ、残さないようにしないとね、今全部吸い取っていってた、回復もしてたしね、シャイシャイだ、お前が腹立つの、ええ加減にせよボケ、殺すぞ、ノノ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 ノ、イエスイエス、回避成功、あっぶれ、また食われるとこだった、よし、くっそ、お前ええ加減にせよボケ、殺すぞ、本当に殺したけどね、もう腹立つわ、さっきからドラゴンがうざいのじゃないの、ベリアルがうざいのじゃない、周りのやつがうざいんで、ボルケーノ、え、ゴー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 、苦しめば語れ、しゃぬぬ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 ぬ、耐えて耐えて、今耐えて、必死に耐えていこう、イエスイエスイエス、ナイスナイスナイス、よーし、あと2ゲージね、トキシック取って取って、あぶない、うわ、またなんか付属品大量に来たし、また吸い込み来る、また吸い込み来たね、耐えて、今必死に耐えて耐えて生きていこう、あ、マジで邪魔すんじゃね、そんなところで邪魔すんじゃね、どけバカか、お前少し空気読め、なんぼほどお前来んねん、お前来すぎだろ、さっきか、ええ加減せよ、本当に殺すぞ、本当に殺すぞって殺してるけどね、ええ加減にせよ、ちょっと分かんねえな、お前がさっきから邪魔してんだよ、ラスボス戦出てくんじゃん、てめえみたいな雑魚かよ、ちょっとここに使おう、トキシック、どこある、はい、これね、トキシック、はい、行こう、ゴー、ブブブブブブ、死んでまえ、よっしゃ、エド、ゴー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 、なんか今落ちたな、気にしない気にしない、ゴリ押しあるのも、ゴリ押しあるのも、まだいける、まだゴリ押し魂、まだゴリ押し魂、おーしないっす、ラスト1ゲージ来たよ、ヒル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 、とっとこ、ヒルとっとこ、 OK、 よし、ラスト1ゲージ、もう攻めまくる、とにかく今できるのはそれくらいだ、うわ、またザコ来たし、おそらくあの魔術師も出てきてるね、ソーサラーっていうのかな、これ、何に行こうかな、攻撃系のやつは、あ、ファイアーエレメント、これ使っとこう、はいはいはい、俺の周りに火があるぜ、火が出てるぜ、火出てる人間だってるぜ、まあ人間じゃないんですけどね、火出て燃えるぜ、あんちゃん燃えてるぜ、よし、半分切ったぜ、もうとどめ刺すしかないよね、行くしかないよねって、行くしかないよねって、オッケー、ゴー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 、レッツゴー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 、レッツゴー、ゴリ押しある、終われ終われ終われ、早く終われ、早く終われ、もう終わり、これで終わり、グッバイ、イエーイ、ナイス、討伐完了、無事勝利、フォー、あいつめ、意外にやるような、このままではまずい、まさかやられたわけではあるまいな。
起きろ、ベリアル。よし、戦え。まだ死ぬには早いぞ。どうした?言うことを聞け。行く、締め上げようと無駄だ。すでに我が心臓はえぐられてない。なんだと、お前はもう。その通り、こうなっては竜も長くはない。引き際をわきまえるのだ。魔術師よ、悪魔の契約が切れる時が来た。ま、待て。我が命は今尽きる。さあ、共に行こうぞ。わあ。父上、魔術師は生贄の脅威とともに死の女王の統治する国へと去りました。タイタニアに刺した影は消えた。コルネリウス、わしに王の資格はない。国はお主に委ね、王位を退きたい。私は見ての通り獣の姿。プーカの王など国民は納得しない。弱気になっている場合ではありません。父上、この上は自ら招いた混乱に国王として責任を取るのです。王の資格がない王ならなおのこと、タイタニアに王道を示す時なのです。民に心を向け、誠意を持って公正な政治をなさってください。コルネリウスの最後の願いです。お聞き届けください。どこへ行く、コルネリウス。プーカはプーカの住むべき場所へ。私もあの人への思いに幕を下ろさねば。ベルベット姫、森で待ち合わせたあの時、あなたに伝えたかった。私は生涯あなたを愛する。そうです、私はコルネリウス。姿は変われど胸の内は変わらずに。ただそれだけをお伝えしたくて参りました。コルネリウス様をプーカに変えたのは私の兄イングヴェイです。あなたが望むならあの男を許そう。コルネリウス様、あなたのおそばで償いをいたします。同情と愛情を混同されるな。もうあなたにふさわしい男ではない。この身と心を引き裂いてあなたの元から去りましょう。情けなどではありません。きっと後悔する。いいえ、コルネリウス様。ご覧なさい、あなたを抱き寄せ守る腕はこんなにも小さい。いいえ、前にも増してたくましく感じられます。あなたを招く王宮はもうない。私は今や寄る辺もない身。コルネリウス様と住まう場所ならばたとえ屋根がなくても。どんな姿になられようとあなたは変わらずあなたです。私の愛も変わるはずがありません。さっきまで絶望にうつろだったこの胸に希望と喜びが満ちてくる。今はいつか人間に戻れるとさえ信じられる。私は何も失ってはいなかった。ベルベット姫、誓います。私の力であなたを必ず幸せにすると。はい、これでこのストーリーは終わりになりますね。呪われた王子の冒険。このストーリー、5つのストーリーがあるんですが、そのうち2つが、実況終了終わりました。お次のストーリーはこちら、妖精の国の物語というわけでね、こちらをプレイしていきたいと思います。次回からはね、ここまで見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。次回から始まるね、新たな物語もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。